理事長ありがとうございました。それではケント・カルダー氏をお迎えください。ジョンズ・ホップキンス大学高等国際関係研究大学院のライシャワ東アジア研究センター長でいらっしゃいます。カルダー教授は外交の世界で大変尊敬をされております。また、サイス・ジョンズ・ホプキンス大学、そしてハーバード大学等で活躍されております。さらには、米国の日本への中日米大使への特別顧問でいらっしゃいます。 またカルダ教授は本日のパネルディスカッションの司会もさせていただきますスピーチの直後に行いますでこの桜のクッションの置いてある椅子に座っていただきますそれではルダカルダ教授を迎えください まみこさんありがとうございましたここに来ることができ大変光栄ですとても美しい日に来ることができうれしく思いますしまた私も大変尊敬する何年も経って尊敬してきた方々からのお話もことができ大変うれしく思います私からは本日のお話させていただきたいこととしましてはこれまで聞いてきたことに加えてお話ししたいと思うんですねそれはつまりコネクティビティですよ接続性ですそしてその中で 観光まあ旅行というものの目的の一つとしてはやはり人と人をつなげるという趣旨があるというふうにおっしゃっている方々も多くいらっしゃいますこの本当に数日間中でもこうしたことをたくさん私も耳にしてきました例えばですね、あの世界のワールド野球クラシックシリーズもありますしそし でまあ、日米というの間のまあ競争が野球の世界であったんでわけですけどもただそれがですねとてもあのこう見ていて気持ちのいいやり方でありました、えー、そのこれまでも優勝経験のある、えー、日本ですねそして大谷翔平さんのチームが,がとても活躍されていたわけですが。 やはりその日本とアメリカがコミュニケーションを図ることができるということをまさに我々に見せてくださったような機会だと思います。さらには観光旅行そして共有の経験というものを我々見てきたわけですね。さらには文化の交流ということもあります。これは私自身が本当に様々な角度から ワシントン DC ですとか議会においてもですね経験しておりますしまた米国海外においてもそして東京の米国大使館においても顧問として私勤めたことがあるんですけれどもそういった経験を通して本当に多大なポテンシャルと機会というものがあるのだというふうに私感じておりりまますさらにはですねまたやはり重要な課題も残っております。 本日、これからパネルディスカッションをしていただきますけれども、もう少ししたらですね、で私から行いかえってこととしましては、その文化交流というものを、やはりその将来のための可能性というアングルと、さらには、我々が直面している、まあ、本当に大きな,あの大きな意味でいう課題というものを、をその2つの側面から見ていきたいと思いますその日米関係においてです。 そして、それをするためには、やはりまず、この私のメンターである、エドワン・ライシャワ氏のお言葉を書いたいと思います。彼の本当に有名な本ですね、日米関係に関して著したものですけれども、日本とアメリカはお互いに面と向かい合っているけれども、 しかし最も広い海をちゃんと渡るということをこの文字通りにもそしてやはりその比喩的にも言っているわけですねそして今その13ヶ月間ロシアロシアの侵攻が始まってからですねやはりこの世界を旅行する航路が変わってし空路が変わってしまったんですけれどもやはり やはりその確実にいろいろな課題というものがありますチャレンジというものがあるわけなんですねそして歴史というものによってさらにこれは強調されておりますほとんどこの最初のアメリカの歴史において最初の80年はですね760年からペリー来航1853年までですね特になかったわけです。 そしてこの実際に日本に入国するためのいろいろな取り決めがなされたわけです。そして1854年からの話になりますけれども大変ポジティブなことが起こりました。それはこれははこ日露 戦争がありセオドア・ルザベルトが大変重要な役割を担ったということは皆さんもご存知かもしれませんこれは世界の大国としての姿を見せたというのがその時のアメリカでありますそして日露戦争の解決のためにルザベルトはノーベル平和賞を受賞したということもあります そしてホワイトハウスにはルーザベルトルームというものがあるんですけれどもそれは平和賞を取ったということも功労として示されていますそしてこの1930年代から真珠湾に至るところまでそしてこの「タイタニック」の悲劇というものもありました。 こちらはこの第二次世界大戦におきまして数百万人ずつが各国犠牲となったということも皆さんはご存知だと思いますそこから和解の時代というものに入るわけです例えば韓国ドイツというものの関係もあり 例えば、財務的な支援であったりとかこの投資の関係というものが日米関係の中で起こってきたわけです。これはですねシーファー大使が先ほど話していました自由貿易協定の関係というものも言えると思います。それでは歴史のところに見ていきたいわけなんですけれどもこのポジティブな部分もあります。 日米関係の強化ということを考えなければいけないわけなんですけれども、それはやはり戦略的な意味があるということです。シーファー大使、そして加藤大使が、その他のリーダーたちも、日本の総理大臣も含めて、このような日米関係の強化ということを進めてきたわけです。 私は文化的な関係ということに関しまして申し上げますと日米の,この安保の条約があるわけなんですけれどもこちらに関しましては1960年に一度改定されただけであります。 岸総理大臣ということで安倍総理の祖父であるということは皆さんもご存知かと思います。アイゼン・ハワー大統領がアハータ国務長官とともにです、ね、その内容を見直したということで実はこの人たちというのは私たちの歳掘という学校でもかなり関わりの大きい人たちであります。そここでどのようなとととが考えられるかと言いますと こちら、ね、1902年になりますけれどもこのアングロ系の部分とその日本との関係というもの特に海軍関係というものもあったわけなんですけれどもそのような形は異なるにしても私たちの国々というものは関係をずっと継続してきたわけです。来社はもううううそのように言うでしょう シーファー大使、加藤大使、実世界のリーダーたちが話しているように、やはりこの関係というものは、脆弱な側面もあるということを認識しているはずです。異なる同盟、それぞれ各国の同盟というものは、例えば経済的な側面もあり、外交的な側面もありということで。 世界のシステムの中に新しい力が台頭してくるとまた関係も変わってくるでしょうもちろん中国の台頭ということもしくは力,が力を失う大国というものもありますこのような形というものはそして複雑さというものは先ほどシーファー大使が話していたことと同様ですししかしながら この長年の歴史の間私たちはこの日米関係というものを保つことが可能でありましたしかしながら脆弱性ということでありますけれどもこの日米同盟の例えば静かなる危機,危機ということをライシャワが話したりとかこの日米の安保の関係というものに関して影がさしているというようなことも話したわけです。 これはただ単に日米のことだけではなく日本え民主主義がどんどんと先駆されているような状況が世界で。 起こっったたりととといいうようよなこともあったと思います、えー、私が申し上げたいこととしましてはやはりこの脆弱性があるということを忘れてはいけないわけです。これは私がメインで話したい内容なんですけれども簡潔にままとめさせていただきます文化的な交換ということでありますけれどもその役割について話をしていきましょう。日米同盟は やはりこの戦争を得てそこから平和を築いたということを何度も何度も繰り返しております例えばアフガニスタンイランというものも最近の歴史にもありますけれども例えば朝鮮戦争のぐらいからですね、何度も何度もこのような危機を乗り越えて関係を維持してきたわけですそして1991年のこの中東の湾岸危機というものに関しましても米国 本当に何十億ドルといいう投資を行いましたシーファー大使がこの大使職に疲れていた時にももちろん世界中で多くの危機というものは起こっていました日米は2011年の東日本大震災以降かなり密な関係を 気づいてきたということでそしてまいろいろな政権で日本とアメリカの関係というものはやはり危機を味わいながらも何度も回復してきたわけですそしてまあ政治的なものえそして歴史的に共通する経験 そしてコミュニケーションの欠如というものを考えてみますとそのように共通の歴史の中でも脆弱性が生まれてしまうということが言えますえつまり旅行であったりスポーツであったりというような文化的な交換というものが本当に重要な役割を担うわけですこちらをご覧ください。ライシャワーと 共に働きまして、来シャワーの高齢になったときにも、私はかなりこの協力を行いまして、ハーバードであったりとか、そのようなところで共に学術的な研究を行いました。米国、日本の文化的な交換でありますけれども。 私たちの関係の中で例えば富田大使そしてシーファー大使が話していたことと同様にですねこういう学術者の寄与も大きいということさらにマンズフィールド大使加藤大使というようなことで。 私は実際に3名の大使と働く機会を得ましたモンデール大使そしてマンスフィールド大使そしてベーカー大使のもとで私は勤めたことがあるんですけれどもそこで直に得た経験というものがありますそれは何かと言いますとやはりこのような文化的な交換というものはどれだけ意味があるかということですこのライシャ教授でありますけれども私の個人的なメンターでありまして 文化プログラムを始めた人でもあります日米関係のこの心の中心となるようなプログラムを始めたということでご紹介したいんですけれどもこれを見せたいと思います。右上です。これはカルコンの祝賀ということでありまして。 皆さんもカルコンのことはすでにご存知かもしれないんですけれども、この機関の活動というものは、ライシャワー時代から続いておりまして、文化的学術的な交換というものを日米間で行っています。ライシャワーは、在京米国大使館の中のこの文化担当講師という役職を作ったわけです。 その役員に関当しましてそのパブリック・アフェアーズ・オフィサーということを作りましてこれはですね歯科における重要な講師の一人でいらっしゃいましたそしてライサー氏が大変ケーネディ大統領をですねにあの アドバイスをしまして実際に大統領が意見を取り入れたんですけれども覚えてらっしゃる方あのいらっしゃるか分かりませんけれどもそのジョン・ F ・ケネディ大統領の本当に悲劇的な暗殺のあと国務省長官ディーン・ラスク長官国防を失礼しましたそして防衛エーマクナマラ国防長官がですね東京 に行ってそして閣僚会議の会議というものを日米韓の間で行ったわけです。でですので ライシャワーさんがもちろんこのケネディ大統領のリーダーシップのもとそういったエリアで大変こう活躍されたわけです。またその外交政策においてましてその公共政策においてですねライシャワーさんとご婦人との写真がこちらにありますけれども皆様あの。 こちらですね日本の首相のお孫さんでいらっしゃいますご婦人ですけれどもそしてこちらですね西山さんと まあ日本語はですね、実は彼はとても日本流暢だったんですけども、翻訳は返していました。しかし、本当にあの大使としてですね、日本において大変活発に日本でのやり取りをしておりました。また、科学技術の重要性もご理解されておりましたしまた、その学術というものも重要性を感じておりました。また、沖縄の訪問もされました。 また日本とアジアとの関係性の重要性というものも強く信じておりましたそれを強化しなければならないということを感じていたわけですそして最終的にこれは私はですね大変こう将来思考型だったのなと思うんですけれども先見の命があったのだなと思うんですがライシャワーさんはですねその世界的なその世界機関 と日本は強その関係性を強化しなければならないということを考えていたわけなんですね。もちろんアメリカ以外のところでも、そうですので例えば OECD ですとか、これは日本が加盟国になったのは彼の大使のご在任中期間でありましたし。 また日本が G7 の今年ですね5月に日本が G7 の議長国になりますけれどもそういったところに日本が帰ってくるということにおいても彼の影響がありますですので本当に詳細ですべてを語るわけではいかないんですが申し上げたいのはですねシャワーさんはライシャワーセンター において我々話たくさんのことを研究しておりますけれどもそのうちの一つで科学技術というものがありますこれは米国の宇宙のスペースフォースというですね宇宙の機関政府機関がありましてそしてジョーンズ・ホップキンス大学においてもペンシルベニア通りというところにお引っ越しをするんですけれども今年の秋にですね やはりその来社は災難のその宇宙研究というものも今後も展開していく所存です。その中で日米日米関係の中で研究していきます。来社はヘリテージにとって重要な分野であります。またさらには多角的な外交ということでで意味で言いますと、まあ G7 なんですけれどもこの G7 や。 G7 広島において話し合われたイノベーション等をもっと今後もどういうふうにつなげていくかということも考える必要があると思いますさらに言いますと教育分野こちらにおきましてもライシャーさんは本をハーバード大学から引退される直前に執筆なさいましたがまたホワイトハウスにおける教育のコミッションも受けました。 で彼が失礼私の方からお話ししたい、まあ、詳細についてですねお話ししていただきたいんですねそのパネルの方に。でやはり考えていただきたいのはさまざ、あ、まな課題について、まあ、教育ですね国際教育特に重要なこととしてどのようにもっと 日本の留学生をアメリカに呼び込むのかというそちらの部分ですね。で最初にも冒頭も申し上げましたが残念ながらかなりその落ち込みがありますこの留学生の数において。で日本の留学生の数というのは米国における留学生の数というのは。 かつて20年前に比べると3分の1までに下がってしまっているんです。もちろんその当時はバブルの影響はまだありましたけどもですからもちろんこの比較すると対称性があまりにも明らかに分かってしまうんですがただあのやはり重要なプログラムでもってそうした問題を総裁することもできると思います。多分 我々私にとって興味深いものがありますまず1つにとして「飛び立て留学ジャパン」というものがあるんですがこれはこの助成金を受けたですね官民のプロジェクトでありましてその補助金を受けてその日本の若者が海外に留学をするというそういう内容です。もちろんその中には米国も留学先として入っております。 そしてイノベーションプログラム STEM プログラム科学技術ですねそしてアートコミュニティプログラムというものもあります。やはりとても創造性豊かですし興味深いですし今後の行き先として若干金銭的に苦労されているようではありますが大変有望なものでもあると思います飛び立て教師プログラムというものもあります。これは教師用ですね 日本からその日本語教師などといったような教師をアメリカに派遣してアメリカの大学等ですね大学院生と。 にすするんですが私も妻と実はこの話をしていたばかりなんですけれどもニューヨーク市においてはその教師がこういった教師を迎える時もありますしまたテキサス州のダレスも迎える先ですまたその姉妹都市ですねがこのプログラムを導入しておりますまたマウスフィールド財ンプログラムというものもあります。これは大変うまくいっている取り組みでありまして日米関係において。 そして現在今まさにアメリカに日本からのその政府の方がですね今派遣されております。またジェットプログラムもしっかりです。多くの我々実はサイスのジョンズホップキンス大学のサイスプログラムからもこのジェットプログラムに多く参加しております。まこれまでもですね多くのメンバーの方がいらっしゃいます。 ですから、いろいろな可能性というのがあるんですね。それでは、結論としまして、お話をしたいことがあります。ライシャワーの言葉を再度引用しますけれども。 根本的な課題というものがありますそれは歴史的な課題であったりとか日米関係の現状での課題というものはあるわけなんですけれども私たち両国は大きな海原を挟んで向かい合っているということが今でも言えると思います。じゃあその時 この大きな海原をある意味小さくする、もしくはその距離を超越するためには何をすればいいのかということを考えなければいけないと思います、それが日米関係の強化だと思っております、やはりこの太平洋を超えた関係というものは課題もありつつ、まだ続いていくものだと思います。